コっていうフレームのものになるんですけど、はい、でも日本人アジア人向けに作られた特別なフレームなんで、こうしっかり顔にフィットして振り回しても絶対ずれない素晴らしいサングラスになってます。で見てもらったら分かると思うんですけど、レンズカラーも豊富だし、このフレームの柄もいろいろ特殊なのがあったりとか、釣り具メーカーのスタートとコラボしたモデルがあったりとか、いろいろあるんですよ。谷売さんは海のイメージがあるんで、海でギラついた状況で使用するってなると、そうなるとレンズカラーとかどういうのを選ばれたりしてるんですか？私は個人的に、ちょうどこれで使ってるダークグリーングレーのカラーがお気に入りなんですけど、可視光線透過率は 15% でもしっかり光を抑えてくれて、はい、ただ色味が自然な感じに再度落としてくれるっていう感じなんで、すごい見やすいんですよね。これがおすすめです。この辺は今年の新モデルになってます、はいはい、あ、新しいモデルなんですね。そうなんですよ。このフレームがリサイクルポリエチレンって言って環境に配慮したもうエコな素材を使ったサングラスなんです。サスティナブルなサングラス。サスティナブルなサングラス、サスティナブルってどういう意味ですか？あんまり分かってないです、まあ、とにかくフレームの形もレンズカラーのバリエーションがめちゃめちゃあるんで、絶対気に入るのがあると思うので、ぜひね、知らない方は見てみてほしいです。実際に手に取って、一応関東だったら上州屋さんとかキャスティングさんとかいろんな釣り具屋さんでも取り扱いあるし、紫スポーツさんとかアウトドアショップとかでも置いてるところあるんで、ぜひぜひかけてみてください。よろしくお願いします。